さあミルクサッカーアカデミーの山でございます。ノーミルク佐藤です。サッカーデータマンのノーミルク佐藤先生、今日もよろしくお願いいたします。いや、ウルグアイ戦が終わりましたね。終わりましたね、結果 2-2 のドローということですけれども、どう見たでしょうかというのを、伺っていきたいと思います。よろしくお願いいたします、はい。さあというわけで先生、どう見たでしょうか。はい、じゃあこちらの画像をご覧ください、はい、出ました。はい、まず、まあ、この試合のね、それこそあのフォーメーションとか、あと何を日本代表はチリ戦から変えてきたんだろうかってところからお伝えしたいんですけど、まあ、ざっくりですね、はい、この日のフォーメーション、図解は後ほどしますが、はい、日本代表が 4-4-1-1、 4-4-1-1、はい、4-2-3-1 からはちょっと変化をつけてきた形になりました、はい、で前回は中島翔也選手、前田大然選手があんまりこう守備しないようなというか、まあ、サイドにのそのままね残ってる形も多かったんですけど、サイドハーフにも守備をお願いするような形変えてきたんですね。そうですね、森保監督がお願いしますよと。そしてサイドバックに攻撃を求めるようになりました。なるほど、守備だけでなくね。で、フォワード岡崎選手と阿部選手、もともと日本代表ってプレスをかけるときにはセンターバックに対してプレスをかけていたんですが、この日に関しては相手のそのボランチにプレスをかけていて、ヒメネス選手、ゴディン選手にはあまりかけるシーンが見受けられませんでした。そうだったんだ、はい、そしてエアバトル要因に、まあ ディフェンシブミッドフィルダー板倉選手を入れたと、大きいからね。そうですね、はい、なんでその最後の部分だけ、まあ、ウルグアイ見てきたかなってところありましたけど、まあ、大体はチリ戦からの修正ってものを主体でやってきました。なるほど。で対するウルグアイに関しては、はい、あんま見たことないと思うんですけど、4-4-0-2、4-4-0-2、はい、あー、なるほど。要はこう4、よく4-2-2-2なんてあるじゃないですか、はいはいはい、ボランチ2つ、うん、あとその前にサイドハーフ2人いて、でフォワードって形だと思うんですけ ど、なるほど、っていうよりかはですね、ボランチ2人とウィングバック2人ぐらいな感じで、前めなオフェンシブミッドフィルダーが誰もいなくて、その前にあのでかいのが2人いると、はい、なるほど、うん、ほうほうほう。でその8人後ろ8人でゾーンディフェンス、でもう主体はロングボール、で中盤の選手はもうセカンドボールをダッシュする担当、スアレスと、カバーニが落としたボールを、回収してまた前につなげたりだとか、もしくは守備の時もじゃあゴディン・ヒメースが、競ったものとかを、まあ、回収して前に渡していくだとか。なるほどね。でただセットプレーはある程度多彩でやってきたよと。なので日本のスカウティングをこちらは徹底してきたという、まあ、ところでございました。なるほどですね。ただ先に言ってしまうと、ウルグアイってもしかしたら、今のね、少なくとも今のウルグアイは、日本って結構天敵かもしれません、はい、あ、そうですか。相性が非常に悪すぎるウルグアイから見ると。なるほど、ほう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 、という感じでした。その方というお話もじゃあいただきたいと思います。細かいところ見ていきましょう、はい、まずはスタメンでございます、はい、こちらですね。あ、毎回の表をいただいてます、ありがとうございます、はいはい。まずはキーパーが変わりました、はい、大迫選手から川島選手に変更、ベテラン。でセンターバックはそのままで、左も杉岡選手のままなんですが、右を原選手の負傷もあって岩田選手に変えてきました、はい、でその前も前田大然選手の負傷もあり、三好選手にチェンジ、そうでした。で柴崎選手はそのままで、先ほどもお伝えした通り中山選手から高さ対策で、板倉選手へ変更、で中島翔也選手はそのままですが、前線2人を、阿部岡崎と変えてきたんですね、なるほどね。むしろこ の言い方悪いですけど、前線4枚がちびっこ4人衆と。あ、確かに高さはないですね。ないんですよ、だからゴディン、ヒメネス、カバーニ、スアレスをやっていけるだけの高さはもうオフェンス陣には求めなかったんですね。あ、もうそこは捨ててるということですか。捨てたんでしょうね。ほう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 。で対するウルグアイの、皆さん見てください、はい、このね、もちろんサッカーは、クラブの名前でやるわけではないですが、カバーニ、パリサンジェルマン、スアレス、バルセロナ、そして中盤、ナンデス、トレーラー、ベンタンクル、ロデイロですね。そこ、これは知らないのがないですもんね。ですね、そしてカセレス、ゴディン、ヒメネス、ラクサルと、随分なメンバーが揃ったなというところでございます。随分ですよね、まあ、ということで、まあ、見ていきましょうか、各シーンごとで、シーンごとに今日は見てみて、はい、はい、いきます。まずは、はい、1点目の直前のシーンいきましょう、こちらです。23分38秒のシーン見ていただきたいんですが、これあれですね、ラクサール選手と今三好選手が競ってる状態なんですけど、このボールが出てスローインになって、そのボールを柴崎選手が右サイドにこうロング、なるほどね、蹴っていわれる三好選手の得点につながるシーンの、まあ、もちろん日本の攻撃方法は右から左が方向ってことですよね。そうですね、はい、得点シーンの今これが10秒前でございます。三好選手こっちにいたんですね。そうなんです、そしてあのラクサール選手もここにいるんです、はい、でこの直後、ラクサール選手が足を痛めてるところが画面的にもドアップで映ります、はいはい、そうだったでしたっけ、はい、はい、でおそらく三好選手そこで気づいたんでしょうね、はい、あ、この人怪我してるんだね、
なるほどね、右足ね、分かった分かった、なるほどとなります。ほうほうほう。でその後このボール出た後、柴崎選手が左サイドから右サイドへ大きなサイドチェンジをして、まあ、ちょうどこの辺りから逆サイドに行った三好選手にボーンと出したわけですよね、ボールを。そうです、この、はい、この約4秒後ですね。あ、そうでしたか、はい、はい、で出します。そして次の画像をご覧ください、うん、こちらです、どう出た、はい、こちら24分1秒のシーンになりますが、うん、柴崎選手が左サイドから右サイドでボールを出して、はい、三好選手がボールを突っかけていく形で、いいパスでしたね、あれもね、フリーのところに当たって、はい、その後この三好選手、うん、素晴らしかったです、はい、ラクサール選手の怪我の状況をなんとなく察していた三好選手、うん、ずっとねフェイントかけるんです、何度も何度もかけるんです。そこでもっとこのね24分までの間、実は日本って一個徹底してやってきたことがあったんですよ。ほうほう。三好選手といえば利き足は左足、はい、そして中島翔也選手といえばやっぱり、うん、右足なんですが、はい、やはり前節あの我々レビュー編でも話した、うん、チリの、はい、日本に対してやってきたスカウティングって、全チームにおそらくバレてると思った方がいいでしょうね。なるほどね。だから中島翔也の右足だとか、うん、中島ボールを持ったらとりあえずパスとかクロスじゃなくてドリブルをやってくるだとか、はい、各それぞれのスカウティングがもうされていました、うん、なのでこの試合も最初の15分間に関してはウルグアイもうずっと日本見てるんです、うん、ボール持った際もボール持ってない際もこいつらってどういうプレーするのかな、自分たちがスカウティングしたこと間違ってないよなってことを確認してきました、ね、様子見の15分だったんです。そうだったんです、うん、でそれで結局中島選手もいわゆる左足で蹴ることはあったけど右足で蹴ることはなく、うん、三好選手に至っては左足で蹴る瞬間すら与えさせてもらえず右足でずっと蹴ってきました、うん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 、でこのシーン戻ってくるとラクサール選手はずっとはっもうついてる間どんだけフェイントをかけられても、はい、こいつはきっと左足で蹴ってくるんだってスカウティングをそのままもう頭の中にインプットしてるから、なるほどね、そういう守り方をしてるってことなんですね。そうなんです。ほうほうほう。ただ三好選手はそうやってくるんだろうなってことを逆に20分間の中で分かり、ね、自分の得意な左足をもうおとりにしました。おーおーおー、そういうシーンだったのか、ここは。はい、でさらに、ね、ラクサール選手足やられてるところがあったので、うんうん、1回さらにフェイントで中カットインしようとしたところ逆にまたついてってのがまさにこのシーンで、なるほど、一歩遅れたんですよラクサル選手が。この後牛に抜くフェイント1回入れて外に抜いたんだもんね、前にね。そう、もうフェイント5で最終的に右足で決めたってことだもんね。そうです、うん、これがちょうど今フェイント5の世界で、でこのままラクサル選手をそのまま置き去りにしてそのままバッと蹴ります。そんなシーンでございました。なるほどね。ただもう一つ大きかったのが阿部選手、岡崎選手が中にこうね、うん、入り込んでいってディフェンダーたちを連れ出してくれたのも大きかったですね。なるほど、裏の裏を読んだというシーンだったんですね。そういうことでございました。ただこんなシーンが訪れてしまいました、うん、次でございます。はい、こちらこちらですね、うん、ちょっと見ていただきたいんですが、うん、これはまだここのところで失点したシーンではございません、うん、というか、まあ、もう左上見ていただければ分かると思うんですけど、今さすがにあの PK についてはあの語る必要性ないかなと思うので語りません、うんうんうん、あのもう今回のこの VAR だってことを分かってる中で足裏を見せてしまったっていう段階でそれはまあ個人としてのあのなんかルールにフィットしてなかったので、上田選手とかあと中島翔也選手も後でイエローもらえますけど、うん、足裏見せちゃいけないんだよってことは徹底しなきゃいけないですね、うんうんうん、ということでこのシーンいきます。ここ見ていただきたいんですけど、それぞれの選手いろいろいます。まずは、ニアサイドから見ていきましょうか、うん、カバーニがいます。カバーニいますね。でカバーニの担当、このセットプレーの担当は、うん、板倉選手が守備としてはやるように、ほうほうほう、ただ、うん、ニアはなら何があっても怖いので、うん、岡崎、阿部、板倉の3人で守りました。あ、はいはい、スアレスのカバーニの主な担当が板倉、うんうん、そしてカバーニの地上戦担当として岡崎、うん、でそのまま、ゴールマウスのニアサイドってことで阿部選手がいたしました。なるほど。逆にファーサイドはスアレス選手を杉岡選手がマンマーク、うん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 、1対1でございます。なるほどね。よく頑張りましたね、うんうんうん、よく頑張ったと思います、うん、本当に止めた状態だもんね、結果的に。そうなんです、うん、そして問題はただ真ん中だった。でかい3人集団ね、センターバック含め、うん、日本側は冨安、岩田、上田の3人で、うん、カセレス、ゴディン、ヒメネス、この3人を抑えにかかりました、うん、ここだけは変動性だったんです。さあちょっと皆さんで思い出していただきたいのがチリ、うん、チリ戦の時は、中山雄太選手と、はい、プルガル選手、うん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 、やられちゃいましたもんね、リグで。そうなんですよ、うん、いわゆるプルガル選手はおそらく5番目の男だったんです。5番目、ああなるほど。
こっちの警戒順位としてはね。そうなんです、うんうんうん、でもちろんこのシーンでもまさに同じで、はい、警戒順位ナンバーワンツーはカバーニ・スアレスに他なりません、はい、そして次はやはりゴディンでございます、うんうんうん、で4番目5番目に来るのがヒメネス・カセレスの順でございました、はいはい、で実際実はこのシーン、カバーニ・スアレスに関してはこれだけマークついてたので大丈夫だったんですけど、うん、この直後打たれた相手はヒメネス選手だったんです、うん、あヘディング直せてきたのがですか。いや足元でした。あなるほどなるほど、はい、これ先生その前ちょっと質問なんですけど、この誰が誰につくっていうのは試合前にも決まってるもんなんですか。おそらくは決まっていたでしょうね、はあはあはあ、あのその場でやった可能性もありますけど、ある程度は決まってて、そうですね、ただもうあの高さ対策として板倉を出してきた以上、はい、守備組のそれこそ、まあ、特にニアサイドで高さでゴーンって来られる可能性があるので、うん、板倉をとりあえず前でと、でファーは逆にあの遠いボールになるので、あのスペースさえある程度あれば、うん、ちょっと低くても大丈夫だからということで杉岡、うんね、だったらより怖いそのゴディン・ヒメネスあたりに富安・上田をつけたと。やっぱ日本はエクアドル戦を見てるわけだから、その辺の対応がスカウティングできたってことですよね。チリ戦、チリ戦、はい、あのウルグアイ対エクアドルよ。ああなるほど、うん、はい、コーナーの怖さも知ってるわけですよね。そういうことでございますね、うんうん、はい、というようなシーンでございました。ただこのシーンが一つ後の伏線になってしまいます、うん、はい、ってことで続いていきましょう。はい、はい、こちらですね、はい、こちら今度は前半から変わって後半となります、はい、53分58秒のシーンになります、はい、先ほどもお伝えしたと思いますが、はい、ウルグアイを本当に徹底してきてました、はい、日本の、やりたいことっていうことというか、うん、日本の武器に関しては全て、スカウティングしてきてる状態でした、うん、このシーンですね、三好選手がシュートを打つシーンになるんですけど、まあ、右足でのトラップにちょっと失敗しちゃって、左足でシュートを打とうというシーンではあるんですが、はい、ゴディンに封鎖されてしまいます、うんうん、もうひたすら本当に三好の左足、中島翔也の右足、うん、あとはもう本当にそういう、日本が得意とするようなアタッキングに関しては全てやられてしまいました。その代わりいくつか日本が有効な手立てはあったんです、うん、武器というかウルグアイでも抑えきれないものがいくつかあり、うん、一つ目が柴崎岳選手のキック、はい、それは抑えることができませんでした、うん、ウルグアイも。そしてもう一つ岡崎選手のプレスとかおとりになる動き、このあたりっていうのはいくつかあったので、それ以外の選手に関してはほとんど、普段は自分が得意としてる行動ではない行動をやらざるを得なくなってきました、うんうん、なるほど。ただそれがどうやら進化につながったようです、うん、進化したわけね。日本代表のいくつかの選手が進化する要因をウルグアイが作ってくれました。なるほどなるほど。ということで続いていきましょう、うん、はい、こちらですね、得点シーンとなります、うん、はい、これ見ていただきたいんですが、はい、うん、57分57秒のシーンでございます、うん、この直前ですね、一度あのウルグアイ側の攻撃があったんですよ、はい、でそのカウンターとして今、このね、左から右に日本代表やってきたって形になりますが、もともとは三好選手が自陣でボールを持ったんです、うん、でそこを、オーバーラップする形で岩田智樹選手が、ダーッと右サイドを駆け上がっててくれました、はい、そして三好選手がためを作って真ん中にいた阿部選手へパス、うん、で阿部選手から今度はワンタッチで左サイドを走り抜けていた杉岡選手にパス、うん、この辺りからも両サイドバック杉岡選手、岩田智樹選手に関しては、だいぶだいぶ、オフェンスの、そうですね、意識が高かったんじゃないかってことが伺えます、うん、でオーバーラップしてきた杉岡選手は今度またワンタッチで今度中島翔也選手、 中にいた中島翔也選手にパスを出します、はい、パスを出した直後杉岡選手はまたダーッと左サイドを駆け上がっていきます。で中島翔也選手からパスを受けた 左サイドずっと駆け上がって杉岡選手がこの後クロスを出して、はい、ニアでつぶり落とした岡崎選手にそのままクロスが、うん、そうでしたね、はい、2人ぐらい釣られましたね岡ちゃんにね。そうなんです、うん、ゴディンとかね、でムスレラが弾いてそこでちょうどこの空間青くなっている真ん中のスペースがありますが、みんなボールを見るか岡崎を見る状態になっていて、これだけのスペースがあることにあまり気づいてなかったんです、ただそこに気づいたのがこの絶好調、うん、三好浩二。なるほどね、うん、彼だけはおそらくちょっと分かったんじゃないでしょうか、このシーンに来る可能性があるんです。なるほどね、いいとこいましたもんね、はい、うん、でただこのシーン実はほとんど得点の可能性かなり日本代表高くて、うん、これ杉岡選手が
クロスをします、うん、そのままニアに流したら岡崎選手がそのままワンタッチで決める可能性があった、はいはい、でいわゆる弾かれたとしたならば弾いた先にいるのって、いわゆるニア側杉岡選手側だったら、うん、中島翔也選手がこのペナルティーエリアの角にいてくれるから、はい、そこにこぼれてくる可能性が高い、うんうん、で真ん中にこぼしたのであればこの青いところに来るから三好選手の可能性が高い、うん、じゃあ逆にファーに、キーパーが弾いた場合そこのファーを岩田智樹選手がずっと走ってきてくれたから詰めてるんだね全員の背中の真裏取れてるんですよ。ほうほうほう なんでどれであったとしてでも得点の可能性は超高かったという状態になりました。これはじゃあもう完璧な走り込みの位置関係なんですね。これも両サイドバックよくやったってことですね。なるほどなるほど。ということで、これを違う角度からカメラでまた見ていきましょう。こちらでございます、はい、飲んでました。こう見るとより分かりやすいかもしれません、はい先ほどの青丸だけだったら分かりにくいかもしれませんが上から見るとめっちゃありますね、はいはいすごいね一歩じゃ届かない距離があるので、うん、ここの青いエリアにも最短で届きそうなのやっぱり三好選手なんですよ、うんでまあ、まさにですねそのまま、キーパーが弾いたところで三好選手詰めて絶妙にディフェンダーからしたらボール見てるわけだから、はい、見えにくい位置に走り込んでるわけねそうなんですよ岩田あれは三好は特にそうねそうなんですよ、うん、でこれ例えばこれ代表戦の話してますけど G1 でもこういう形最近実はありましてちょうどこのコパアメリカ組がいなかった前節の、はい大分 VS 名古屋戦で、うんはい、今杉岡選手が持っている位置で、うん名古屋の泉龍司選手がボールを持ちました、うんうんうん、でボールを持ったのをきっかけに、名古屋の宮原和也選手が右サイドを信じられないスピードで駆け抜けてきたんです、はいはい、でその結果ディフェンダーとキーパーのちょうど真ん中にクロスボールが入り、うん、ファーサイドまでボールが流れてきてくれたんですあなるほどでそこをもうスライディング滑り込んで宮原選手が決めたはいはい、はい、なので杉岡選手はもうこのメンツだとやっぱ空中戦はありえないから、うん、グラウンダー系のボールであれば岡崎をは三好を、はい、は岩田、うん、どこかで得点は取れただろうというのは読んでいたでしょうねまあでもプライオリティとしてはあのボールは岡崎に決めてっていうパスだったのかなおそらくはそうですねでも連れてこぼれたのがあそこだったってことそうですね、うん、だからもうどの選択肢でも取れるように走り込んでいた全員が素晴らしかった得点にはなるすごいなるほどこれは先生あれでしょうねまあこれあたりでも何でもなくこれは戦術と実力で取った1点と言っていいですよねそうですただ、マーさんさんここでグイグイ来てくれてね、超助かりましたグイグイ行きますよ僕ね、はい、ここに問題点1個目なんですどうしたんですか問題点問題ないでしょこれいやあるんですあるの実は、うん、このプレーの後から、うん、とある一人の選手が明らかに変化しちゃったんです変化しちゃったちょっとマイナスの意味であそうですか実はですねあらまあの人から笑顔が消えました笑顔が消えたはい中島翔也選手からあらあらららららあのサッカーを楽しんでプレーするぞでおなじみの中島翔也選手確かに笑顔見えてましたね前半の方はなんか前半あったじゃないですかウルグアイの方とあのドリブルねどこで胸と胸当たってあ楽しいねサッカーってみたいなシーンありましたよねありました、ありましたよあとちょっとあのロールというかルーレットでかわそうとして、ありました PK 取られなかったシーンだとかも、はいはいはい、なんでだよなんてあったんですけど、素敵なシーンだったしあれが伏線になってこのシーンが生まれたようなとこもあるんじゃないですかそうなんです得点を取るだけだったら、よかったんです杉岡選手が一歩あそこで上げやすくなったのはあのルーレットの伏線があったからですよねあったからです、うん、ただ、はい、これね、うん、一つ僕は皆さんにも言いたいことがあるどうしたんですか中島翔也が、はいいわゆるエゴを捨てた瞬間だったんですよまあまあそうでしょうねここはね、うんずっと実はこの日、中島翔也選手がクロスを上げた回数が8、うんうん、やっぱりどんな選手でもで2とか3とか結構一般的なんですよ、多くてもって、8ってものすごい上げてるわけですね普段そんなクロス上げる選手ではないってことでしょだから逆にそれしか選択肢を与えられなかったんですウルグアイ側からなるほどこいつは持ったらとりあえずシュートとかドリブルで来るからってことで中盤の選手と右サイドバックの選手とかにはめられてしまうんですなるほどその結果そのままドリブルであのサイドを突破していって左足で上げるしかもう方法論がなかったそれでももうみんな中島翔也だったらやってくれるかもしれないってのでひたすらひたすらつなげ続けてってことはあったんですけど彼はここでエゴを捨てたんですなるほど、ね、ただそれ以後笑顔が消えましたなるほど、ね、そこが今後どう変わっていくのかが僕はちょっと怖いんです特定したことは大きかったもちろんドリブルで突っかけてったシーンもありまして抜き去らないにしろこうドリブルで距離稼いでこいつドリブルだっていう
のを見せたシーンはたくさんありましたよ ね、 でもね、ありました。それがあったからクロスも聞いてきたということはありますよね。あります。ただ笑顔が消えたってことですよね。そうだから、うん、ただやっぱこのでも大人になったらサッカーってそうやってするもんだって考え方もありますよね。いやだからわからないですよこれがまだ、うん、それが翔也にとっていいのか悪いのかでしょ。僕は悪い方向に行ったなって思ってるんで、うん、この一点ちょっとどうなんだろうってのが僕の中では疑心暗鬼がある。この先の成長にとかってことですか、うん、なんかあのここの目先のこの勝ち点1だけだったらこの得点は超必要、うん、このその見方は面白いですよね。ずっと笑ってる形でいてほしいな。そうですね。ただね、そう中島翔也がこれだけずっと少なくとも代表であったとしても半年間みんなで支えてきた形を、うん、はい、長所を消された状態ではありました。まあ逆に言えばね、これでパスを覚えたっていう感じで考えればいいんですけど、消えてないんじゃないですか。長所ありだからこれが生きたって思えばいいんじゃないですか。邪推かもしれません。だからだからそれはもう今後で見るしかないです。この試合ではもう何もなかったで、サッカーそういうもんじゃないですか。武器の生かし方、ストレート速いピッチャーがカーブで仕留めたみたいな感じじゃないですかってなってくれることを期待します。そうだね。そう、ただそれで意固地になっちゃう選手はやっぱり世界中でもかなり多いので、なのであのどっちに転ぶかってところにみんなでこう期待して見ていきたいなと。だから、うん、あの笑顔をまず言いたいのが、中島翔は絶対ドリブルしかやんないじゃんってツイートとかもかなり多く見られたので、うん、そういうことじゃないんだよと。それが一つの彼の形、うん、それがチームに一番貢献する形なんだよってことは知ってほしいと、ね、うん、ただここでこの選択をした結果で、うん、さらにプレーの選択肢が増えてくれればもう最強、うん、そうだね。それならなくても今度どうなっていくのかって成長をみんなで見守りたいなといったところでございます、うん、はい、ただ問題点2つ目こちらでございます、うん、はい、どう出ました。うん、まあ結局似たような形なんですけど、うん、また左からのコーナーでございます、はい、このシーンですね、いわゆる2点目決まっちゃうシーンでございます。そうでしたね。また見ていただければ分かるのが、うん、ニアサイドにいるのがカバーニ、はい、でファーサイドにスアレスがいるので、うん、もうこの形はもうウルグアイがやりたい形なんでしょうね、うん、なるほどね、はい、で、うん、カバーニについてるのがやっぱり板倉、うん、でニアサイドのゴール付近にいてくれるのが阿部、うん、でカバーニの地上戦をケアしているのが岡崎、うん、これも先ほどと変わりませんね、うん、でファーサイドにいるのが杉岡 vs スアレス、これも変わりません、はい、ただ真ん中、うん、でここも冨安、岩田、上田で、カセレス、ゴディン、ヒメネスが相手になるんですが、はい、先ほどとちょっと違うのが今この青の丸がかかっているところ、ちょっとスペースありますね、うん、まあまあまあね、そうなんです、うん、さらにディフェンスが見てる先がみんな、うん、日本のディフェンダーたちが見てる先ってのはそれぞれの選手を見てる状態なので、うん、このスペースに入り込もうとしているヒメネス選手に気づいてるか、気づいてたとしても一歩ちょっと遅れてしまう形が続いております。そうですね。で実際にそこにボールを配球されて決められてしまう、うん、すごい勢いで配球出てきましたもんね。そうですね。しかも斜めに逆のサイド下に決めてきましたからね。あの技術はすごいですね。すごいと思います。あとコーナーキックの精度とスピードね、めちゃめちゃやばい。あそこで点で合わせるって共有意識がなきゃできないプレーっぽく見えましたけどもね。そうなんです。すごいですね。もうマンさんがおっしゃられたことが全てで、この瞬間で彼らにこのセットの状態でなすすべはないです。無理と言っていい。そうか。ただこの65分までの間、少なくとも先ほど僕が紹介した1回ありましたね、前半で、うん、その瞬間からもずっとも始まってるんです、前半の最初の方から、うん、あのコーナーキックの駆け引きってことですか。そうです、うん、いくつかこうなのかなってこといくつ かお互い考えてる状態で、ウルグアイ側はあ、じゃあこのパターンだったらいけるねってのをもう狙ってた状態になりました、うん、なのでハーフタイムとか含めて修正点をあのチーム、まあ、カイワ監督コーチも含めて選手たち含めてで、修正できなかったのはもうこれはもう問題点、うん、でさらにこの後のところ、特に 2-2 になった後ですね、うん、で70分から85分ぐらいですか、うん、の間はかなりそのウルグアイで攻め込まれるシーンが増えました。そうでしたね、最後はね、はい、でこの攻め込まれたシーンで、うん、失点しなかったのは日本の素晴らしかったポイント、はい、本当だね、はい、うん、ただ失点しなかったのは良かったんですが、とはいえこうやって攻め込まれた後でもう自分たちでボールを保持することもできず、うん、ほぼほぼサンドバック状態になってしまったのは、はい、1年前にも自分たちが起こしていたことと全く同じです、日本代表 VS ワールドカップでの、ねうん、ベルギー戦ですね、うん、全く一緒で、うん、じゃその状況でなぜ途中先にもうこの段階で先にじゃあタッサ選手を変える、岩田選手よりかは身長が高いのもあるから、はい、じゃあ高さ対策ということもありますし、もしかしたらもう原選手と前田選手はちょっと出れない可能性がすごい高い状態だというのは監督もおっしゃってましたけど、じゃあ中山雄太選手だったりだとか、もしくは杉岡選手を中に入れることによって左サイドでじゃあ菅選手を入れるだとか、他にも対応
プランはあったはずで、うん、この試合のその終盤で急に久保選手を出したところで、うん、じゃあ何の意味があったのかに関しては、うん、かなり疑問符はちょっと気になるところでしたね。確かに、まあ、見たいっていうファンは嬉しかったですけど、まあね、だもし結局触らないに近かったですね、ボールを。そうです、ほぼすることがない状態だったので、うん、ディフェンスでちょっと埋めに行ってるぐらいのねプレーでしたもんね。そうですね、うん、で阿部選手から、上田選手の交代はもしかしたらスタミナだとかのプランもあったのかなというのもありましたが、はい、であとは達田選手をね岩田選手に変えたのもなんとなく分かる、うん、ただその久保選三好選手に変えた久保選手しかもいわゆる同じパターンですからね、うん、変えたところで何をって疲労だけ考慮したの、うん、これだけ押し込まれてるのに戦術変えないのってところはちょっと危なかったかなというのがあります。なるほど、危機感をちょっと感じたということですね。そうなんです、うん、まあただいろんなことがあったにせよ、うん、これで、まあ、コパアメリカ2019、うん、勝ち点1を獲得、しかもこのウルグアイで獲得したことは素晴らしかったなと思っています。しかも先行する形の引き分けですからね。そうなんです、追いつかれたってことですからね。そうなんですよ、うん、ってことでじゃあラスト、これハンドも PK もなくですよこっちは、ね、本当によくやりましたよ、うん、でそれちなみに最後のところ あ, の、うん、あんまりちょっと岡崎選手とかに関して何も言ってないから一番最後のシートでちょっとこちらのシート見ながら確認していこうと思います、はい、こちらご覧ください、はい。うん、こちらスタメン表になるんですけれども、うん、最初ずいぶん序盤のところで話しましたが、はい、普段のこの日本だったら何やるかっていうと結構マンツーマンで行くんですよ、例えばこの状態このフォーメーションで考えるんだったら岡崎選手はゴディンにマーク、阿部、うん、選手はヒメレス、うん、で三好選手がやっぱりラクサールで、うん、中島翔也選手がカセレスみたいなことになるんですが、うん、なんとこの試合日本は、うん、ゴディン・ヒメレスっていうこのアトレチコ・マドリードの2人をはーはー、フリーにします。うん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 、何もしません。なるほど、岡崎と阿部がやったことは、うん、ゴディンやヒメネスがトレイラとかベンタンクールに対して出すパスをチェックしてました、うん、ひたすら、ほいほいほい、だからゴディンは近くにいる、ゴディンもヒメネスも近くにいる選手に対してのパスができなかったんです、うん、だから彼らができることはほぼほぼもう前の方にいるカバーニースアレスでロングボールを出す以外には方法がなかったです。ほう、それをひたすら仕掛けていたのが岡崎と阿部でした。なるほどね。でそのゴディンからゴディンやヒメネスからのそのロングボール、やっぱりショートパスではないので、うん、どんな名手だって言われる選手であったとしてもお互いにね、うん、受け手側も出し手側も、うん、そんなね 70%80% といくわけがないんです。うん、そうだね、収めきれないよね。しかも日本はね冨安上田板倉と高い選手たちだったので、はい、うん、ここの勝率は実は全然悪くなかった。あ、そうですか。むしろほぼほぼ五分五分な状況まで持っていってたりだとか、時間帯に関してはほぼほぼ日本が制している時間帯すらあったんです、はい、なるほど。なので岡崎阿部がやっていた、うん、そのトレイラベンタンクールに対するのパスコースカット系のプレス、うん、相当有効でした、うん、で自分たちのボールに後ろから持っていって、ね、カウンターを仕掛けていくなんてことができていたのが良かったです、うんうんうん、そういうことなんだね。なんかこう内容的にもね五分五分に見える時間もありましたもんね。そうなんですよ、はい、でさらに良かったのが、うん、だから冨安上田がまずすごいのが、はい、カバーニスアレスに勝ったんですよ。勝った、勝って、その後これ皆さんもちょっとハイライト、すごい、ね、これハイライトじゃ分かんないですけど、その後カバーニとスアレスは、はい、この冨安ってやつと上田ってやつ高すぎるから、うん、ちょっと変えようぜと、うん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 、なんとカバーニ VS 杉岡、スアレス VS 岩田が行われます。あ、そっちに自分らで流れていったってこと。そうなんです。ほうほうほう、ただそこで今度生きてきたのが板倉と柴崎だったんです、はい、うんうん、結局じゃあスアレスが岩田と戦う、うん、カバーニが杉岡と戦うってなったら、うんうんうん、はい、ゴールからは異常に遠い、こっからヘディングシュートが決まるわけがない、はい、確かにそうですね。ってなると、うん、その後ろに一人その回収役がいなければ成り立たないんです、はい、例えばナンデス、トレイラ、ベンタン君、ロデイロのような中盤の方々がそこにやってくるんですけど、うん、彼らはそのボールのセカンドボールの回収になるわけですが、うん、それを中島、板倉、柴崎、三好が頑張って封じ込めました。はいはいはい。なので、まあ、ここは結構ゴブゴブではありましたけ ど, ど本当はそこでつなげたかったこともできなかった、守備陣はそれだけ、はいはいはい、あ、もちろん負けるシーンだったかもね、デュエル的に言うと、うん、ありはしたけど、データにはだからちょっと現れないところですが、それによってボールを他の選手が回収、フリーボールをピックアップして前につなげることができて、カウンターでやっていくことができたということでございました。うん、確かに体勢いっぱいでは打たしなかったですもんね。そうなんです、危ねっていうのはありましたけど、さすがカバーニスアレスだっていうシュートありましたけど、そういっぱい体勢いっぱいでは打たしてないよね。そうなんです、うん、だからあとバーとかポストありましたね、もう何本かあるし、うん、だあれがもしちょっと角度が変わって決まってたらって思われる方も多いですけど、うん、そうでした、違うんですよ、うん、そこをもうやってたんです、うん、
カバーニもスアレスも打ってくること、まあ、もちろんフリーで打って入られなかったシーンもあるけど、はい、あのちょっとずつちょっとずつバランスを崩してってことでずらしてきたことによってちょっとでも ね枠内に入れなかったというのは日本の守備陣の勝利だったということは先生あれですか、冨安も上田も国際的な評価を上げたという試合ですか。これはまあ上田はあのシーンだけですね、問題はあの反則のね PK 取られちゃったシーンが、そうそう、そこだけが問題でしたけど、あと、うん、に関しては頑張ったかなと思いますね。ああなるほど、じゃあカバーニを止めた男、スアレスを止めた男ってことですね。そうですね、そういうことですよね。問題ないと思います。失点させてないですもん ね、 してないもんね、流れの中からさせてませんか ら、 だから どっちかというと冨安がとか上田が問題なんじゃなくて、うん、あの特にね、コーナーキックのシーンとかは日本の戦術上の問題です、はい、コーナーキックね、はい、でもあれ見事な、あれはでも試合に1本食らっちゃうよね、あのパターンもらったら。あのカバーニとスアレスっていうのが遠くに立ってる時点でもうすごい脅威で、その中あんな風に決めれる技術持ってたらしょうがないよね。そうだからしょうがないと思いたいんですが、ね、先ほど僕お伝えした通り、前半からずっと同じ形でちょっとずつちょっとずつ対策させられていたにも関わ、対策されていたにもかかわらず、変更することができなかったこの森保ジャパンっていう体制下の方に問題があると思う。ちょっと修正できなかったプレーだけの話だけじゃないじゃなくて、そうなんです。あの先ほど70分から85分ぐらい攻められたってのもまさにで、実は先ほどあの一番最初にその4402だなんてこと言ってきたけど、はいはい、途中から変えてきて日本と全く同じ戦術でやってきたんですよ。ウルグアイがこのままだと結構やりづらいなってところがあるから、なるほど、まあ、その時にもう日本がもう防戦一方になってしまった。だから、うん、どう変えたんだっけウルグアイは。日本が、まあうん、ウルグアイはもう日本と同じようなこの4-4-1-1みたいな、はいはい、4-4-2 の形ですね。カバーニがちょっと下がり目になったってことですか。なったりだとか、うん、どっちかが下がってきてという形、うん、で中盤の選手たちがちょっと上がるような形になってきて、うんうんうん、ボールをつなぎ出したりも多くなってきたんです。確かに途中からもうセカンドボールほぼ取られて中盤も制されたようなイメージありましたね。そうなんです、うん、だから日本に有効的だろうという形でやってきた形はあったんですが、それがダメだったので、はい、じゃあ完全にもう殴り合う形、殴り合うって形で全く同じそのミラーゲームにしてみたところ有効的にはまったと。でそれでもうガンガンいってたところがあった、で日本がもう 防戦一方になったけど、そこで修正策を打ち出すことができなかったのが引き分けになってしまった要因で、そこで何かもう一手みたいなことがあるんであれば変わった可能性は高い。なるほど、こっち質問なんですけど先生、ウルグアイは選手たちが判断してそれをやってるんですか、試合中に。選手たち できますね。だチリもできたし、とか南米の選手たちが、強いのはそこら辺個人的に変化させられるところが強いところです ね。もちろんハーフタイムでの確認とかはね、うん、あったとは思いますけど、まあ、何分ぐらいから行こうかってところは特にゴディン・ヒメネスあたりから中心にやれていたんじゃないかなという印象でございます。日本はなんとなくそういうのはまだ苦手なんですか。できませんね。あ、そうですか、はい、ほー、それはまあ指示はあのハーフタイムしかが細かい指示はできないっていうのもあるし、そうですね、これあのよく海外の、うん、海外に所属する日本人選手に対して監督たちがこう言うコメントとして、その規律正しいなんていうことを言いますけど、はい、逆に言うと臨機応変さが足りないんですよ。指示待ちになっちゃうという。そうなんです。だからこそポジショナルプレーと言うんですが、三好選手の1点目のシーンっていうのはもう完璧ですね、はい、いわゆる優位性を保つということが、まあ、ざっくり言えばのポジショナルプレーということになりますけど、ラクサールが怪我していることを見越した上で、じゃあこっちの右サイドついて、しかも自分のプレー、あのいいプレーだとか悪いプレーだかうまく判断して、はい、左足だったら止められるから右足で攻めていっちゃおうとかっていうのが、ね、彼 の、 あの個人判断の素晴らしさだったと思うし、うん、例えばあの風間監督にその止める、はい、蹴るってことを教えてもらって、はいはいはい、その後鬼木監督に習ったりもそうだったし、うん、でその後、あれですね、札幌行って、うん、ミシャリューを習い、さらにマリノスに来てポジショナルプレーを習った、うん、ある意味日本サッカー界が作り出した一つの形だったのかもしれません。なるほど、まあ、こと言いますね、ミスター J リーグみたいになってるわけですね。ですね。はあ、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 はい、なるほど。ということで、この試合を通して日本代表先生進化したんでしょうか。進化はしたと思います。あら、ま、だこの三好選手的なプレーができればよかいいなと思います、うん、今後とも。あとは、ウルグアイ相手にもだから立ち向かうことはやっぱ個人レベルだったら全然できていった、うん、でしかも最初 そのファーストセットレベルでできている、うん、だからあとやらなきゃいけないのは何かしら相手が動いてきた時の対応修正力っていうところを森保監督が進化できるかどうかでこのチームは変わってくると思います、うん、なるほど。以上です。試合中に森保監督がそれに気づいても伝わるもんなんですか。伝わるものです。ああそうですか、はい、はあはあはあ、だやったらやることとしても見てて、うん、これ実際にもあったシーンですけど、こうこう、うん、こうって3回4回言ってたシーンありましたね。そうですね、うん、で
変えたりだとかありましたけど、うん、声結構拾われてましたけど、うん、ウルグアイの監督の方も日本の監督の方も、うん、はい、ただやっぱ森保さんからその戦術上の修正みたいなのがやっぱりなかったので、あとは途中投入の選手によっても意図は伝えられるはずなんですが、結局変えたのがもうね、戦術変えることなく三好に変えてくる。竹田選手の時はまあ分かりやすかったですけどね。そうですね、そこぐらいですね、うんうんうん、高さ対策だってのが一個増えたぐらいです、ね、久保選手入れて、まあファンとしてはわーって色めいたしメディアも喜んだと思うんですけど、その久保選手にパス遅れってなったかっていうと遅れてなかったです。まあマイボールでそれそもそもあんまならなかったっていうのもあるんでしょうけど、あれはでも攻めに行こうっていう意図もあったわけですか。だとは思うんですよ、というふうに捉えるしかないんですが、うん、結局だからそこでちょっと疑問符が生まれる状態だったので、はい、だったら岩田前に入れる状態で立田後ろに入れてとかでもよかったと思うし、久保選手入れるなら立田選手じゃなくて岡崎選手をもう一人アタッカーにとかっていうことですもんね。そうですね、もう岡崎選手最後まで残ったっけ。残りました、阿部選手と上田選手変えて、で、まあ、中島は残すから、やっぱ三好に変えて立田入れて岩田と立田逆にしてとかは手だったんじゃないかなって思うけど、もやってこなかったので、まあ、その、はい、どうやって変化させていくのかっていうその森保監督の成長を見守る大会にもなるんじゃないのかなとは思います、うん、ただ結果としてはね、あの強豪ウルグアイにコパアメリカの本番で 2-2 で勝ち点取ったってことですからね。取ったってのはでかい。これは過去最高の主君であることは間違いないですもんね。そうですね、うん、そして三好選手がこれで、ね、ロペスワグナー選手と並びまして、コパアメリカ史上の日本代表の最多得点者になりました。なるほど、はい、ロペスワグナー選手そんな記録出してたんですね。2点持ってたんで、地元だから生き生きしちゃったんだろうね当時ね、はい、なるほど。で今のところ、コパアメリカで得点したのは、ロペス・ワグナー選手が2点、はい、そしてこの三好浩二選手が2点、そしてあとは今神戸 の、 三浦の厚さ、うん、あそうですか、なんと3人しかいないです。あら、まあ、3人目が三好選手だったと。記念すべき、記念です、ね、メモリアルな、メモリアル。で前回大会が3点取ってるわけなので、うん、今回じゃ最後エクアドル戦、うん、点を取ることができるかにも注目したいし、あとはそして先生最後じゃないと願いたい。もちろんです、うん、あの最後グループステージが最後になっていただいて、はい、エクアドルに勝っていただければ、はい、決勝トーナメントの進出がありえますので、うん、これ次の進出の可能性ってどんぐらいなもんなんですか。まだ分かんないでこの取ってる段階でですね、はい、まだあのチリとエクアドルの試合会やってないので分かりません。それはまあチリが勝ってくれた方がいいんですか我々的には。まあ、どっちにしろ3位狙いなんでしょう、まあ、もうそうですね、ほぼ3位の得失点差狙いってことですでしかないです、ね、あでも我々4失点してますからね。そうなんですよ、6失点してますか、マイナ4なんですね。マイナ4でございます。これ3位で上がるには0には持っていかないとまずいですね。きついですね、だギリギリだからランキング的に言うと8位での成績が可能性が高いですけど、行くならば、ただ行く行かないだけでかなり変わりますから。そういうことですよね、はい、じゃあ 4-0 エクアドルに勝たないといけないってことですね。なっていただきましょうですよね、はい、あり得ると思います。森保監督の修正力どれほどなのか注目しましょう。逆に序盤からガンガン攻撃的にいく日本代表が見れるかもしれないってことだよね。そうですね、そういう意味でも可能性を残して3試合目に入れるってことは素晴らしい経験になる。素晴らしい経験です。我々ファンとしても素晴らしいものが見れる可能性がある、はい、ありがとうございました先生。というわけでミルクサッカーアカデミー振り返ってまいりました。コパアメリカ予選リーグのウルグアイ戦を先生に教えていただきました。というわけでございました。チャンネル登録お願いします。毎日よろしくお願いします。何かしらやっておりますので何かしら先生ありがとうございました。ありがとうございました。井上真でした。野宮佐藤でした。さよなら。